こんにちは、ノブです。今日はこの写真ですね。これ、ジャンプのブームと肩の平行ラインの法則という話ですね。そう、そういうことです。パッと見て何言うか分かったと思いますけどもね。これ、どういうことか。もう一回ね、もう一回っていつも説明するんだけども、まだまだ説明していきましょうって話なんでね。これ、ボードのセンター。ボードのセンターっていうことかな。ボードのセンターとえーブームでね。 で、肩のない。っていう形なんです。そして、こっちから、こっちから、ペンね。こっちから、こういうふうに風が吹いてると。いうことですよね。もう一回、こういうふうにね。そうすると、何が起きるか。全然風入れてないよねって話だよね。でこれで いつも説明してるのがセーニングホームと同じようにすれば引き込めますよ。ボードの先端に対して体をね、えー、ねじってあげればっていう話なんですよね。こういうふうにねじってあげれば、グッとね、肩のラインを持ってくれば、肩のラインがこうなると。そうするとブームがこうなるという感じ。そんで引き込めるって話なんですね。で、これね、えー、セーニングホーム。 ジャイブでもそうだけど肩、肩とね、ブームの平行ライン、結構いろんなところに出てきますね、この法則はね。ジャンプでも同じ。これ、冬ジャンプなんですよね、でもね。いいですか。で、これね、ジャンプの練習して、この肩とね、ブームの平行ライン、意識して引き込んでるんですよね。でも怖くてできないんですよっていう話をよく聞きます。引き込んだ、体でグッと引く込んのに、前にノーズからノーズダイブで起こってしまった、みたいな。何回も何回もやってもそうなってしまう。 でこれ普通に走ってて引き込むだけ肩の辺これに引き込むだけだと結構ノーズから落ちます。うん。ぐって風入っちゃうからね。でこれ何がいけないかとか3点の法則なんですね。これね。セールのパワーポイントが、えー、空中に浮いた時のポイント前に前行っちゃうんでねこれね。どうしてもね。 分かるんですよ自分の体のパワーポイントの正面にセールのパワーポイント持ってこなくちゃなんないんだけど、だいたいグッと重心みんな高いから、重心が高い位置にグッと体,体で引き込んじゃうと、セールのパワーポイントが自分の体のポイントより前なんでね、必ずノーズが落ちるんだよね。<laughs> いいですか。あのスラロームのセーリングホームを見てくださいね。超一流のね。ボードがあって、あんだけ引き込んでます。ね。すごいスピードで。 ブーメンド水面につくぐらい下がってますよね。あれ、セールのパワーポイントが体の正面に来てるってことだからね。ジャンプもそうなんですね。で、多分ここの体の位置ね。この体の位置ですよ。ここのポイントに合わせるんだと、セールのパワーポイントって今ね、多分ね、この辺にあるんだよね。これ、ここまで持ってこなきちゃなんですよ。そう、何が起きるかっていうと、ブーメンドが下がるんだよね、本来はね。でもね、あんまり下げすぎちゃうと、何が起きるかっていうと、これ、下げて、 上上に上ががちゃノーズが上がるんでハイジャンプな,なるんですの、ね、ハイジャンプの冬ジャンプっていうことねでこれめちゃくちゃ難しい <laughs> そうあとはね、えー、ジャンプも種類があってロングジャンプとかさロングジャンプハイジャンプ、ね、ミドルジャンプハイジャンプってあるじゃないこれあの波あとは波があるないって っってていうところでも変わってくるからねだから普段練習してね、怖くないのっていうのは、平水で、チョップジャンプでジャンプ、最初のジャンプ練習っていうのは怖くないよね。で、形を作りやすいですよね。うん。だからその時には、どっちかちっていうと、ロングジャンプっぽい。冬ロングジャンプね。でこれちょっと限定してちょっとお話しするけど冬、冬ロングジャンプねの場合は、もうセーリングフォームと全く一緒です。 ホーム的、ホームっていうのは体の使い方はね、肩とブームの平行ラインでいうのを引き込んで。でもそこから何が違うかっていうと、ジャンプなんで、マストのハイカウト、ハイカウト、ハイカウト、ハイカウトがあって、あカイト、カイトか。ハイカウトしてカイト、カイトになるじゃない。そのカイトのマストの角度が違ってくるんだよね。いいですか。まっすぐ立てててみんながジャンプ練習しようとしたら、必ずノーズから落ちますよね、これね。 さっきからほど言った法則に近い、ウェブセールの場合は近い法則だよね。まあ、セールのパワーポイントが前に行っちゃってるぞって話なんだよね。この角度をジャンプの場合は意識してらっしゃる。回とするマスターの角度ね。わかります <laughs> そう。回とするマスターの角度だから、これ見てると、ほらど、どうだろう。ほら。 あの風に対して90度とかよくなってるじゃない。上手い人なんか、風に対してこうなっててさ。上手い人なんかだとこうなんだろうこれ。これが垂直ね。垂直からこう来て、こういう風に角度になって90度のがこうやって来るわけよ。ね。で、まあ垂直だったら多分こっちが風下の方に飛んでっちゃうよねって話だね。垂直だとこう風下に飛んでっちゃいます。で、75度。 45度とかっていう角度によってどん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 その角度が変わってきて上に上がっていくっていうこれをね意識しないとノーズカタって怖い目に遭うんだよねこれね引き込んじゃうとそうだからみんな引き込めないっていうのねそのこの角度を意識する角度を身につけるで角度ね身につけ方って言ったらこれね回数しかないような気がするよね一生懸命その回数ねあと形まあ形を作るっていうのであれば、えー MTT イメージトレーニングね。体を使った体幹イメージトレーニングですよ。だから布団の上でその角度も意識してね。まあ何でもいいや、棒を持ちながらこのマストの角度を意識する。だから本当はね、棒じゃなくてマストの角度も意識しながらないので、棒に棒をつけると。<laughs> T 字の棒をつけて、セールっぽい雰囲気を作って、このマストの角度を意識しながら、体にこう。 自分の体がどういう形になるのかっていうのをね、形づけるっていうのがね、練習法としてはいいですよね。まあこれ結構簡単に作れるからね、普通に棒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 を T 字の棒をつけるだけだから。うん。そうするとこのマストの角度っていうのが分かる。このマストの角度が分かんないとジャンプっていうのは結構本当に難しいですよ。本当に難しいっていうかね、できない。うん。浮遊にならない。引き込んでるんだけど浮遊にならないとかね、あるよね。 うん、あとこのハイジャンプねこの黄色い矢印のようにハイジャンプ真上にハイジャンプするあ真上じゃないこれはマスト立てるのか75度45度35度90度ってうど,ど,うどういう角度でね90度というか0どっちが0だか分かんなくなっちゃったけどねうんこの角度でね角度をどうすんのかっていうこと角度とこのなんだろうこうブームね平行 ブームとと肩の平行ラインっていうことを意識するんだよねで難しいのは90度ね風に対して 90, 90度風に対してさ真上に上がる場合は90度っぽくなる、ね、よく写真の中に出てるやつねあれでどうやって引き込むのよって話なんでね難しいでしょ <laughs> あれは最初の初速でスピードがあればハイジャンプって形でスピードの中の進行風をと取り入れたりする あとは風をねためるんじゃなくてあそこまで行くと流すんだよねどっちかってね流すでもその中で風を入れなくちゃならないのでよく見てると90度じゃなくてちょっとこうやって入れるんだよね風を流すんですよねその時に肩の平行ラインでグッと体を使ってキュッて、ね、あれ手じゃないんだよねそう難しいんですよ <laughs> そ,うそしてこう風がねこう流れてるんだけどそれが止まるときがあるんだよね。その時にまた体を使ってもう一回入れるとかね。これねなんだこれや難しいんですよ、これ。私もこれ,もうこれねやっとつかんだっていうかね。痛みも散々して、そこがね、何とも言えない。な何だろうね。ちょっと言いづらいんでね。これね。分からない。うん、言葉としてどうやって言っていいのか分からない。あの感覚っていうのがね。 そうだからパンピングじゃないんだよね体グッと入れてわざとマストを立ててもう一回浮き上がるっていう方法があるんだよねうんがちょっと怖いけどねそれもこうセールのパワーに,に預けるみたいな自分の体がーッと引き込むじゃなくてちょっとマストを立ててけどら前に飛ばされる一瞬手前ぐらいでグッて止めるんだよね飛ばされないようにだからと飛ばされるギリギリのところを狙って風入れるんだよね あいやちょっとこれ難しいよね <laughs>。言ってることがね、えー、ちょっと抽象的な、よくわかんない話になっちゃったんで、ね、ちょっとやめときましょう。これはね、本当にこう、究極の,あの、ぐんぐんね、えー、浮遊ジャンプというか、二段ジャンプ、三段ジャンプって呼ばれるね、やり方なんだけどもね、えー、これはなかなかちょっと、なかなかこう、できる人と喋りながらね、それ喋りながら、あどういう形なんだろうねっていうことでやらないと、なんか探、なかなか探れないんだよね、共有してしゃべる人がこれ、いないわけよ、私の場合は。 2 <laughs> 段ジャンプ3段ジャンプの場合はね。っていうことです。今回はねだからこの肩とねブームの平行ラインについて話したんだけどこれジャンプだとちょっとこう違ってジャンプの場合はそこにプラスマストの回との角度が関わってくるよとその角度によってロングジャンプなのかハイジャンプなのかっていうこの角度によってそこの間をコントロールするってことになります。 これもねやっぱりねちょっと体でえ体を使って練習してみましょうということになります。以上でした。